はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。野良犬でございます。まあ今季初の2連敗ということで、まあ点数が、決められなくて、点が決められなくてですね、負けてしまうという試合でした。もちろんミスからの失点っていうのはあったんですけれども、まあ点が取れてないことが一番の、まあ、課題かなっていうふうに僕は思ってます。で、今回の解説っていうのは、その、まあ良くなった部分ももちろんありましたので、そこも解説しながら、まあ一番の課題ですね、得点がなぜ奪えないのかっていうところを、僕なりに話をさせていただいてます。ちょっと厳しい、口調になってますけれども、最後まで覗いていただければ光栄です。ではどうぞ。はい、それでは5月21日に行われた J2 リーグ第17節、徳島ヴォルティスと栃木 SC の試合を振り返っていこうと思います。まあ結果として0対1で敗れてしまうと、まあ、ホームで敗れて、今季初の2連敗ですね、を喫してしまった、試合となってしまいました。非常に残念な結果です。はい。ただ、まあ、良くなってる点も見られました。ただ、やっぱりその得点が取れないっていう課題ですね。ここをまあなんとかしていかないといかないというところで、まあ、そのあたりを中心に簡単にですけれども振り返っていこうと思います。まずスタメンですね。今節一味選手が初スタメンと、まあ、怪我明けで、なかなか試合に絡んでこれなかったんですけれども、やっとスタメン復帰と言っていいでしょう。もう主力ですね、徳島の。ただその一味選手が入った時に、まあ、どの位置に入るのかっていうところが気になってたんですけれども、前節の横浜 FC 戦では、右のウィングに途中から入ったんですけれども、今節はインテリオールの位置に入りました。スタメンのメンバーだけ見ると杉森選手がインテリオールに入るのかなと思ったんですけれども、実際には一味選手がインテリオールという位置はちょっと驚かされました。ここでもプレーをできるのかというところですね。そして、西矢選手と杉森選手がウィングに入って、まあ、幅を取るという形を取ったのかなと思ったんですけれども、まあ、実際試合を見てみると杉森選手は、まあ、幅を取ってたというところよりは、まあ、内側に絞ってる、もしくは一味選手とポジションをこう入れ替えながら、まあ、プレーをしてたかなっていう印象です。まあ、立ち位置は徳島はいつも通り 4-1-2-3 だったんですが、相手の栃木さんはですね、3-4-2-1 っていう形で、まあ、前節の横浜 FC 戦、そして、間に挟まったルヴァンカップの名古屋戦と、まあ、フォーメーション的には同じでした。ですので徳島は、まあ、苦手としている 3-4-2-1 のフォーメーションを相手にした試合ということで、まあ、どういうふうに対応してくるのかな、どういうふうに改善してくるのかなっていうところも、まあ、興味深く見れました。まあ、まずはそのあたりを簡単に解説したいと思います。はい、まあ、今節徳島はその苦手としている 3-4-3 の相手に対してちょっと立ち位置を工夫することによってボールを、まあ、有効に持てたりとか、前線に送ったり、まあ、ビルドアップをしていたように思います。ですね、ちょっと動かすと、まあ、最終ラインからビルドアップを始めるときに徳島は基本的に立ち位置っていうのは、まあ、3-4-2-1 の形を崩さずに行うんですけれども、で相手がですね、まあ、これまで横浜 FC 戦とか、まあ、名古屋戦とかで言うと、相手が、まあ、このようにセンターフォワードを1列下げてピボーテ、まあ、徳島の桜井選手を監視するっていう形を取られることが多かったですね。まあ、こんな感じで、全部マンツーマンで
はめられてしまって、はめられてしまって、まあ、うまくボールが保持できないっていうことがあったんですけど、今回徳島はですね、ちょっと立ち位置を工夫しました。というのが、はい、サイドバックを高い位置を取らせずに、低い位置、あえて低い位置を取らせました。こうなると、相手のウィングバックの選手が、ここについていくって結構、まあ難しいんですよね。っていうのは、ついていくと、この裏のスペースっていうのが大きく空いてしまうので、なかなかついていきづらかったんじゃないかなと思います。これが一つ目ですね。そして、インテリオールが相手のボランチの脇に立つことで、はい。ここでボールを受けやすくなる。なおかつ、ここにスペースをあえて作り出すっていう風な形を取りました。これも良かったですね。で、ちょっと消して、はい、ということで、なおかつ栃木さんは櫻井選手にセンターフォワードをつけるわけではなくて、こんな感じでシャドウの選手がサイドバックを監視するような形、そして、ボランチ2枚プラスワントップ2シャドウで櫻井選手を囲むような立ち位置ですね。そしてインテリオールに関しては、センターバック、3センターバックの両脇が、まあ、見るっていう形を取ってきました。こうなってくると、ウィングバックは下がって両ワイドを取る、まあ、監視しますので、必然的にサイドバックが割と自由にボールを持てるような形が多かったです。ですので、このようにセンターバックからサイドバックのパスが通って、まあ、相手のシャドウが出てくるので、ここの間が広く空いて、なおかつここのスペースが大きく空くっていう形を作り出すことができました。はい。なので、このようにまた櫻井線ちょっと下がって、ここに大きなスペースを作る。そこに対して、まあ、小玉選手がスペースに入ってきて、ボールを受けると、相手のセンターバック1枚引き連れてこれますので、ここにまたスペースができる。スペース。このスペースに、西田選手が入ってくる。で、相手のウィングバックがついてきますので、ここにまたスペースができる。そこに新井選手が入っていって、これで前進する。なおかつここに前にスペースが空いている。相手は後ろ向きの守備になります。このような形で徳島はボールを効率的に前に運ぶことができるようになってました。まあ、これ、試合後のインタビューとかでもありましたけれども、試合後コメントですね。試合後コメントでもありましたけれども、前からはめてくる守備に対して、まあ、前からはめてくる相手の守備に対して、どのように対策するかっていうのを、まあ、考えていたっていうことも言ってましたので、まあ、これが一つの、まあ、仕方や、まあ、やり方、方法論、まあ、戦術としての方法論だったのかなと思います。あえてサイドバックを低い位置を取らせることで、相手のウィングが出づらくして、ウィングバックが出づらくした上で、スペースを使いながら、櫻井選手、ピボーテ脇のスペースを使いながら、効率的にビルドアップをしていったのかなというところです。ここは、まあ、その横浜戦とか、まあ、ルヴァンの名古屋戦から、まあ、改善というか、改良を加えた部分かなという戦術的な、まあ、改善点、課題を一つ解決したのかなっていうふうに見えるところでした。まあ、その栃木さんの守備の仕方がセンターフォワードが、まあ、下がらずにっていうところもあったとは思うんですけれども、まあ、サイドバックが明らかにいつもより低い位置、
まあ、2メートル、まあ、3メートルぐらいなんですけれども、それによっても相手のウィングバックはやっぱり出づらくなるので、うん、そのあたりはちょっと工夫してたなというふうに思いました。まあ、これが大体ビルドアップの形ですね。まあ、一つ課題を解決したのかなというところが見えたところでした。で、ですね、こういうふうにボールを運んでいって、なおかつ相手を押し込んだ時にもまた工夫が見られましたので、そこも簡単に解説したいと思います。はい、次はですね、相手を押し込んだ時の前線のポジションの流動性、まあ、ポジションチェンジとか、そういうところを簡単に解説していきたいと思います。はい、栃木さんは押し込まれるとこのような形を取ります。まあ、ウィングバックがしっかり下がって後ろ5枚作る、ウィングバックが下がってまず後ろ5枚を作る、そして、シャドウが1枚降りて真ん中で3人、そして前線で2人っていうブロックを作っていました。はい、これに対して徳島どのように立ったかと言いますと、うん、はい、ウイングが中に絞る、そして一味選手がこの2ボランチの脇に立つ、児玉選手がボランチの脇に立つ、サイドバックが高い位置を取るという立ち位置をしてたと思います。で、なおかつですね、ここ中央に3枚、並べることでパスコースが、中央のパスコースが増えるっていうことを行ってました。これ、まあ、ルヴァンの名古屋戦、ちょっとルヴァンなんで見れてない方も多いとは思うんですけれども、僕の方の、 ルヴァンカップの解説でも簡単にですけど解説させていただいてますので、ちょっとそのあたり見ていただければなと思うんですが、まあ、中央に人を集めることでパスコースを増やしてました。うん、これはすごく良かったなと思います。で、なおかつ左サイドでは流動的に、まあ、新井選手が内側に入ったりとか、西谷選手が外側に出たり、まあ、児玉選手がサイドバックの位置に入ったりと、こういうふうに流動的にポジションチェンジを行ってました。なかなかこれ相手ついていくのは難しかったかなと思いますね。うん、こういう流動的な部分も増えてきてたのはこの試合よく見られました。で、右サイドは、藤尾選手が降りて、一列降りてボールを受けるポストプレーをするっていう場面も多くあったんですけれども、その時は一味選手が前に入ったり、で杉森選手が一味選手の、まあ、インテリオールの位置に入ったりっていう風に、この辺りも流動的に動いてました。うん、相手は非常につきづらかっただろうなと思います。で、なおかつ相手のこのライン感、ここに人をなるべく多く配置するってこともできてたので、非常に良くなってたなという風に思います。まあ、整理されてきたなと。で、桜井選手は結構降りることもあったんですよね、こんな風に。で、そうなるとディフェンスライン1枚が持ち上がる、まあ、センターバック1枚が持ち上がるっていうシーンも見られました。これも、ルヴァンの名古屋戦で長谷川唯一選手は結構行ってたことで、まあ、チームとして、まあ、1枚降りる、ピボーテが降りる、で降りたところに誰が入ってくるか、まあ、降りてボールを落ち着かせて誰も入らなければもう一度ピボーテが入るとかですね、そういうところもチームとしてできてるのかなというふうに感じました。で、まあ、ちょっと36分ですかね、決定機がありましたね。一味選手からのスルーパスで藤尾選手が、抜け出してシュート、まあ、ゴールキーパーと1対1っていうシーンがあったんですけど、まあ、大体それもこういう形ですね。川川選手が今持ってますけど、ここからボランチ脇に立ってた一味選手にパス、その際に杉森選手がもう斜めのランニングをしてディフェンスラインを押し下げる、そしてここにもスペースを作るっていうランニングをしてました。そこから一味選手が、まあ、スルーパスで藤尾選手へっていうシーンでした。うん、すごくですね、その中央に人を配置する方法というか、まあ、ポジションチェンジ繰り返しながら誰かが必ず中にいるっていうようなことが
股関節はここですね。股関節はここができてました。ここに人を集める。ちなみにこれをすることによってもう一つメリットがあります。アウトサイドを守る相手のウィングバックはサイドバックをこう見るんですけど、ちょっと距離が遠くて、まあ、プレスにも何にもなってないんですね。エリアを守ってるだけって感じです。なのでここで相手の3センターバックと徳島の1トップとウイングの数的同数を作ることができるというふうになってました。ここも非常に面白いところで、まあ、相手のウイングバックの守備っていうのを無力化してる、中に集めることで無力化する。ただウイングバックがじゃあ例えば中に戻れば中に戻ってこう絞って守備をしようとすると、まあ、新井選手だったり藤田選手がサイドバックが、大外を取れるっていうような形も作れていたので、まあ、非常に立ち位置的には、相手ピン止め、まあ、ピン止めっていうんですけど相手の場所を配置によって止めてしまって相手の動きによって誰がどう入るかっていうところが整理されてきたかなというふうに感じました。本当にそのビルドアップとか、前線の流動性っていうところは改善されてきてるなというところが見える試合でもありました。ただですね、やっぱり点入らなかったっていうのは課題です。まあ、ちょっとその課題を説明する前に失点シーンをちょっと振り返ってみたいと思います。はい、失点シーンをちょっと振り返ってみようと思います。藤田選手の、技術的なミスから起きてしまったんですけれども、ミスからの失点というのはやっぱり残念ですね。ボール支配してゲームもコントロールできててっていう試合でしたのでちょっともったいない失点でした。ただこれも防げなかった失点なのかって言われるとそうじゃないかなっていうところもあるので、どうすれば防げたか、何が原因だったのかっていうところを簡単に解説したいと思います。まず藤田選手のスローインからですね、始まります。藤田選手がスローインを桜井選手に投げてもう一度自分が受けるために、体の向きとか作りました。で、桜井選手からリターン受けてこのボールをですね、藤田選手はどうしたかったのかというと、おそらくここにスペースが空いてますので、おそらくですけれどもここにパスを出して内田選手にこう運んでもらいたかったのではないかなと思います。そういう意図だったとは思うんですけれども、これがミスで内田選手まで届かず相手にカットされてしまう、そして運ばれてっていうところですね。ただもうここで内田選手がしっかりと対応してて、なおかつ藤田選手も自分のミスですので戻ってここのカバーに入ろうとしてました。ここで相手を遅らせることはできてたんですね。で、相手、9番の選手は内田選手が出てきたので突破っていうことは難しくなりました。突破しても藤田選手がカバーに入っているので、ここで相手の9番の選手がどういう選択を取ったかというと、展開っていう選択を取りました。ここで、児玉選手がしっかりプレスバックして相手の4番に対してプレスバックかけてます。相手の4番はボールをスルーします。受け取らなかったんですね。意思としてもこういう展開するパスだったと思うので、これは相手は受け取らずにさらに外に開かされました。はい、ただここまでにボールは移動してますので戻る時間は徳島十分にあったんですね。ですのでここだけを見るとしっかりと数的優位を作ってスペースを埋めれてたんですね。埋めれてました。もう戻る時間はあったの で相手がこう動き出して、ここで一つ言うと西谷選手が少し遅れてます。で、新井選手も
遅れてます。まあ、プレスかからないような状態で、相手もクロスの体勢に入ってますね。まあ、こういうクロスを上げようっていう体勢に入ってました。ですので、徳島の守備者たちの目線っていうのは、もうボール方向に向いてます。体の向きもボール方向に向いてます。そんな中で、栃木さんのウイングが中に侵入してきます。これなかなか見えづらかったと思います。で、本来であれば、このウイングバックの選手は、杉森選手がプレスバックをかけなければならないんですけれども、ちょっと見落としてたかなと思いますね。で、結局、このクロスに対して、後ろから入ってきた選手に、まあ、藤田選手の前に入られてしまって、これが抜けて、相手の矢野選手がダイレクトでボレーという形でした。ちょっとまあ動かしながら解説させてもらったんですけど、この時点でも中の枚数って実は足りてるんですよ。足りてるんですけれども、まあ、マークで言うと、まあ、こういう形だったので、桜井選手とカカ選手って実は、まあ、スペースは守ってるんですけど、人にはついてなかったですね。なので、ここで例えば、内田選手がここに気づいて入っていってれば、また違ったのかな。こんな風に、それぞれマークとスペースの受け渡しっていうのができれば、よかったのかなと。まあ、防げた失点だったのかなっていう思いもあります。で、さらに進めると、やっぱ杉森選手がちょっとプレスバック遅れちゃいましたね。この杉森選手のプレスバックが遅れたことによって、相手に前でボール触られたというか、前に入られたので、もうこの時点で、この矢野選手がフリーになってしまった。っていうところですかね。まあ、本当に藤田選手の、まあ、ミスっていうのもあるんですけれども、まあミスしてなかなか多いっていうのもあったとは思うんですけど、まあ失点を防げなかったのかなっていうところはあります。非常に残念な失点でした。はい。まあただ失点っていうのはどうしても仕方ない部分もあるので、まあ一番の問題点は先ほどからちょっとちょこちょこ言ってますけど、得点が奪えていないっていうところなんですね。ではその課題を、まあ僕的になぜ得点が取れていないのかというところを簡単に解説したいと思います。はい、まあ今節というか、まあ今までもちょっと課題になってました得点を奪うっていうところですね。なぜ得点が奪えていないのかというところを簡単に、解説します。まあ、あくまでも僕の考え方なのでっていうことは前置きしつつですね、ちょっと、皆さんと一緒に考えていけたらなというふうには思ってます。ちょっとアニメーションでは作ってないんですけれども、これ51分のシーンになります。ビルドアップをしっかり行って、サイドバックの藤田選手から、まあ、藤尾選手、中央の藤尾選手に、まあ、素晴らしいパスが通ったところですね。で、藤尾選手がシュートを打って相手に当たってっていうシーンなんですけれども、皆さんどうでしょうか。このシーン良かったですかっていうところなんですけど、まあ、シュート打ったんですけど入ってない、ゴールが決まってないので良かったとは言えないんですよ。というのがですね、藤尾選手はシュートを選択したんですけれども、相手2枚がシュートブロックに入ってるんですよね。ここでじゃあシュートを打つべきだったのかっていうところです。そしてよく見ていただくと、このボールより前に相手ディフェンスは3人、そしてボールに関われる位置に徳島は5人いました。なおかつ
一見選手はフリー、児玉選手もフリー、そして西矢選手もフリーというような状態でした。ここで強引にシュートを打つ必要性があったのかどうかっていうところです。うん、例えば藤尾選手から一見選手にパスを出してもう一度ボール自分で受けるでシュートっていう選択肢も持てたと思いますし、他にも例えば自分のところにシュートブロックで2人来てくれてるので児玉選手フリーですので児玉選手に渡して児玉選手が仕掛ける、こういうふうに仕掛けるっていうこともできたと思いますし、ここでシュートですね、ここからシュートっていうこともできたと思いますし、他にもこのポケット空いてますので西矢選手がここに入り込む、そこに対してボールを供給する、でもう一度自分が中に入ってここでシュートっていう選択肢も、まあったと思います。うん、それを持っていたのかどうかというところですね。うん、このシーンだけでもそのシュートを打つっていう意識は悪くないんですけど、この状況をしっかり把握できてたのかどうか、プレーの選択、シュートの選択は正しかったのかどうかっていうところですね。うん、まあ、この後そのもう一度見せるんですけれども、新井選手がボールを拾ってミドルシュートを打ちます。そのこぼれ球を藤尾選手がまたシュートを打つんですけれども、そのシーンもちょっと図にしてますのでそこを見てみましょう。はい、新井選手がミドルシュートを、まあ、空いてきてなかったしシュートコース空いてました。前にシュートブロックもいませんでした。なので新井選手は、ミドルシュートを放った。でそれに対するこぼれ球に今杉森選手と藤尾選手が反応して、藤尾選手がここからまた、シュートという選択を取りました。うん、どうでしょう、相手の15番の選手はシュートブロック来てますし、まあ、キーパーはちょっと体勢を崩してたとはいえ、ニアサイド、ボールに近いサイドをしっかり締めてましたね。ここでシュートを打ってじゃあ入る確率ってっていうところなんですよ。そのプレーの選択正しいですかっていうところなんですね。例えば一見選手はもう中に入ろうとしてましたので、ここにボール供給すれば、うん、そんなに難しくないシュートが打てたのかなとか、あとは一度ボールを開いて西矢選手からこういうクロスを入れることもできましたし、児玉選手に下げて児玉選手が仕掛けてこっからシュートっていう選択肢も、ま、あったのかなというふうに思ってます。うん、このシーンもシュート、うん、っていう選択、まあ、プレーの選択をしてたんですね。ちょっと難しい判断かなとは思いました。そしてもう一ついきましょうか。もう一ついきますね、62分のシーンになります。これもビルドアップをして、藤尾選手にボールが入って藤尾選手がシュートを打ったシーンです。どうでしょう、このシーンも見てどう思われますか。このシーンも相手はシュートブロックに入ってました。そしてプレッシャーもかかってました。うん、で藤尾選手はシュートの選択、プレーの選択を行った。うん、ただこれもよく見ると西矢選手はフリー、一見選手もフリー、そして新井選手もフリーだったんですね。うん、これもシュートではなく、例えばここのエリアにボールを送って西矢選手を走らせて、そこの折り返しに対して、まあ、選手が入り込んでいくっていうこともできますよね。他にも例えば一見選手に当てて、一見選手またここからシュートも狙えますし、相手がこう寄ってくるのであれば、
もう一つ外して新井選手が入っていって仕掛けて、まあ、シュートっていうこともできます。うん、この状況をしっかり把握した上でシュートという選択を持ったのかっていうところです。うん、他にもここに対して藤田選手が入っていく、ちょっと少しためを作って相手の味方の、上がりを待って展開して、ここからまたこういうクロスに対して人をどんどん入れていくっていうこともできたんですよ。うん、まあ、本当にその一瞬のことですので、そこでプレーを判断しないといけないっていうのは非常に難しいんですけれども、そこの質、プレーの選択の質を上げていかなければならないなというふうに感じる試合でもありました。うん、シュート数は18本とかすごく多かったんですけど、その中でじゃあ相手のゴールを脅かすシュートって何本あったかなっていうところですね。うん、シュートの本数が多くなれば点数が入るっていうわけではないので、そのシュートの選択肢が正しかったのか、うん、他に選択肢はなかったのか、もっと簡単にボールを動かしてゴールを取る確率が高くなるプレーの選択がなかったのか、できなかったのか、それとも周りの状況を把握できてなかったのかっていうのが少し気になりました。うん、まあ、これがプレーの質の技術的な部分ではなくて、判断の部分の質っていうのは今の徳島にはちょっと足りてないのかなと。まあ、もちろんその点数が入ってないことで焦りとか、そういうことはあったとは思うんですけれども、ちょっとこのあたりがですね、まあ、課題かなというふうに思います。もっと簡単に点取れる方法って、ここまで押し込めて、相手を押し込めているので、なおかつ、まあ、この場面のように西矢選手が前線でフリーになったりとか、中盤で一味選手とか新井選手がフリーになってたりとか、そういうことも作れているので、ちょっと、もったいないプレーの選択が、ゴール前でのプレーの選択が多かったなっていう印象です。はい、まあ、ここが課題かなというふうに考えてます。まあ、ちょっとなんかその藤尾選手のシーンばっかり上げてしまって申し訳ないなっていうところはあるんですけど、まあ、藤尾選手この試合ね6本もシュート打ってますから、まあ、その中で正しい選択、まあ、プレーの選択、シュートっていう選択をして打ったシュートが、まあ、何本だったのかなっていうところですね。まあ、ちょっと残念でしたけれども、まあ、今後良くなっていってほしいなという意味を込めてちょっと指摘をさせていただきました。はい、ではでは、ちょっと暗い感じになっちゃったんですけれども、また雑感でダラダラ喋っていこうと思います。はい、盤面使って簡単にですけど解説させていただきました。いかがだったでしょうか。そうですね、まあ、そのビルドアップの部分とか前線の、まあ、選手の流動性とか、まあ、どこに人をかけるのか、プレーの方向性はどっちなのか、外なのか中なのかっていうところは整理されてきて、非常にゴール前にボールが入ることが多くなりました。これはすごく改善されている点で、チームの成長が見られる点でもありました。ただやっぱり点が入ってないんですよね。じゃあそこ何が原因なのっていうところを、まあ、盤面使って簡単に解説させてもらいました。まあ、プレーの選択ですね。アタッキングサードの質っていうのは技術的なものと、もう一つはどこを選択するか、どういうプレーを選択するかっていうところが重要になってきますので、まあ、そのプレーの選択っていうところがちょっと今後の課題なのかなというふうに思いました。まあ、シュート数が増えましたけど、じゃあそれがゴールにつながってないっていうことは、無駄なシュートって言ったらあれですけれども、まあ、有効じゃないシュートっていうのも多かったのかなっていうところから、まあ、今回このような話をさせていただきました。非常にね、まあ、残念な試合で
まあ、悔しい結果だったんですけれども、そうですね、まあ、藤尾選手、まあ、翔太のことをちょっとリアリ玉に上げたみたいな感じな解説になってしまったんですけれども、まあその、なんて言ったらいいですかね、フォワード、まあ、点取り屋っていうのはエゴが必要だって言われるんですけれども、エゴだけじゃダメなんですよね。ちょっと厳しいことを言うと、周りを使って自分を生かす、っていうのも必要になってきます。シュート打てば入るわけじゃないので、そして一人では絶対に点は取れませんので、で周りはもうサポートにしっかり動いてるっていうところもありました。そこをもっと簡単に使ってもっと簡単に点を取るっていうところが、まあ、今後必要になってくるのかなと思いました。まあ、もちろん強引なところも必要なんですけど、まあ、それがサッカーのね難しいところで、点が入ればプレーの選択も、まあ、プレーのその技術的な質も良かったっていう結果になるんですけれども、まあ、点入ってないので、まあ、そこには問題があると、まあ、プレーの選択に問題があったんじゃないかなっていうのが僕の結論です。まあ、もちろん他のいろんな考え方あると思います。本当にね、あそこまでボール運べてゲーム支配できたのに、まあ、これがサッカーって言われればこれがサッカーなんですけど、非常に残念ですね。まあ、ちょっと試合終了後に会場から、まあ、スタジアムからブーイングもあったようなんですけれども、まあ、そらそうだよねっていうところもあります。決して不甲斐ないその内容の試合をしたわけではないんですけれども、スタジアムのお客さんが求めてたものを、この試合では見せることができなかったから、まあ、そういう反応になったんだろうなというふうに思います。本当はねブーイングなんかじゃなくて勝って、まあ、歓声というか拍手で迎えたいんですよみんな。それは選手たちも分かってると思いますし、まあ本当に選手たちも反省じゃないですけれども、もっと自分たちを突き詰めてやっていくしかないなっていうふうに思ってくれてると思います。じゃないと困るし、というか、まあ、だから応援してるんですけど、まあ、そのあたりはあんまり心配してません。また次節から、切り替えて試合に臨んでくれると思います。そして私たちが求めるその結果とか過程とかいうものを与えてくれるんじゃないかなっていうふうに期待してます。なんかちょっと暗い感じになっちゃいましたけど、そうですね、まあ、今節良かったのは、まあ、先ほど説明したビルドアップの部分とか前線の、まあ、枚数のかけ方とかもあったんですけれども、やっぱり一味選手ですよね。一味選手が帰ってきてくれたっていうのは本当に大きいなということは実感できる試合でもありました。まあ、先ほどからプレーの選択っていうことを話してますけれども、一味選手プレーの選択を間違うことってほぼないですね。もちろん技術的、足元の技術的にも素晴らしい技術を持ってるんですけれども、まあ、ボールを失わないですよね。ボールを奪われないようにする、まあ、プレーの選択っていうのは非常にやっぱりうまいですね。まあ、これはエウシーニョ選手にも、まあ、エウソンにも言えるんですけれども、すごくその周りの状況を把握してますよね。で、パスを出す。もしくはドリブルで仕掛ける、クロスを上げる、シュートを打つっていうところを、まあ、しっかりと判断してプレーを行っているというところですね。まあこの2人は本当に、まあ、抜けているなというか、他の選手とは違うところがあります。まあ和田井選手とかですね、もうすごくそういうところを最近というか、まあ本来見える選手なので、まあ、そのあたりもちょっと今負傷離脱中でね難しいんですけれども、まあでも児玉選手、まあ俊とか、その、まあ、代役って言ったらあれですけれども、すごくいいパフォーマンスを見せて、この試合でも、まあ、俊とか絡むと、まあ、チャンスになるっていうシーンもすごく多く見えたので、
まあ、まあいいところもあるんですよ、本当に。あるんですけど、やっぱ点入ってないっていう事実があるので、まあちょっとプレーの質、アタッキングサード、相手のゴール前でのプレーの質ですね。プレーの選択、技術も大事ですけど、プレーの選択に関してもう少し、突き詰めていってほしいなというふうに思った試合でした。はい。あとはその失点後のプレーですよね。あのデータ見るとその失点後だけ相手にボール持たれてるんですよ。まあミスからの失点でメンタル的に落ち込むのはわかるんですけれども、そうじゃねえだろうというところはあります。今までゲーム支配できてたんだから2点ぐらい取り返せるっていう風なメンタルで試合を行ってほしかったなっていうところもあります。もったいなかったっすね。本当に。あの失点がなければ、まあ失点はあったんで仕方ないんですけど、あの失点後も落ち着いてゲームをコントロールして支配できれば、まあ良かったのかなと、まあ追いつくことはできたんじゃないかなっていうふうにも思ってます。まあ下を向いても仕方がないので、まだまだリーグ戦続いていきますし、まあ本当に中2日、中3日の連戦がまだ続いていくというところですが、選手たちは切り替えてですね、次の甲府戦に向けて準備をしてくれていると思います。決して悪いサッカーをしているわけではありません。本当にアタッキングサード、相手ゴール前でのプレーの質、プレーの選択っていうのをもっともっと精度を上げて、はい、ゴールの量産、ゴールを得点を取る、たくさん取る、そして勝つっていう試合を見せてくれることを本当に願ってます。徳島ヴォルティスならできるというふうに僕は思ってます。ということで、まあ、だらだら喋ってますけれども、また甲府戦の後に、お会いできれば光栄です。ではさようなら。